はい、えー、心内容読み取りシートの6、えー、ここでは39章「K の生返事は翌日になっても」から始まる部分を見ていきますでは最初にこの場面で私が疑っていたこととその結果についてまとめてみましょう、えー、ここで何を疑っていたかということですけれども、えー、K にですね私は聞きたいことがあったんですですがなかなかそれが聞けなくて困ったとでそこでですね奥さんやお嬢さんの様子を見た でさらに言えば、その後ですね実際に私が学校に行く途中で、ですね K に対して、実際どうなのかというふうに聞いたというのが書かれています。じゃあ、一体何を聞いて、何を疑っていたかというと、ここではっきりわかることは、K がお嬢さんが好きだということを、実際にもうお嬢さんや奥さんに話したのかということです。 それに対して奥さんやお嬢さんの態度も変わっていませんし、K 自身もですね私が聞いたところ、そんなことはまだしていないというふうに答えていましたので、まだここはそのことをはっきり言っていないということが分かるわけです。さあそれでは内容を見ていきましょう、一番最初にある生返事という言葉ですけれども、K はどのような質問に対して、どのような態度で返事をしたのかということです。そもそも生返事とはどのような返事かというと、ですねはっきりとしない返事。 おざなりな返事といったところですでは何に対してそういう返事をしたのかということですがそれはですねその前の晩の私と K の会話にあります三十八章を見てわかる通り私の方からですね彼に質問をしますまあ何をしているのだと聞いても返事がないそして彼の告白についてですねもっと詳しい話をしたいけれどもどうかという質問に対しても渋っていると いうことですからどのような質問に対してということについては K がお嬢さんを好きだという問題についてもっと話をしたいと私が言ったのに対して K はですね、はっきりとした返事を返さなかったということになるわけですでは次の質問です変にイライラしだすというのがありますけれどもこれはなぜイライラするのかということですね 結局奥さんやお嬢さんがいるときにはそんな話はできないだから二人きりでなければ話を合うわけにはいかないとそのことを私はよく心得ていた分かっていたんです分かっていながらイライラするんだと言っているんですねじゃあなぜイライラするのかというと話が進まないからです話が進まないとなぜイライラするかというと結果が分からないからですね 結局なぜイライラしだすのかというと結局、K の返事が得られないからイライラしてしまう K の態度が実際どうなのかそしてその先どうなっていくのかということがわからないからイライラしてしまうということですね。さあ、ここでですね、例の問題について話が進まないと書いたんですけれどもその例の問題というのは一体何なのかというのが次の質問です。 ここで,です、ね、例の問題とは何かということですけれどもここではっきりしている問題はたった1つです K がお嬢さんを好きだという問題ですね。ではそれを手をつけずにそっとしておくことにしたのはなぜかつまり自分の方から働きかけないようにしようとしたのはなぜかということですけれどもこれはすぐ前の部分に書いてあります無理に機会をこしらえてわざとらしく話を持ち出すよりは自然の与えてくれるものを取り逃がさないようにする方がよかろうと思ってというふうに言っています。 つまり、わざとらしくない方がいいと考えたからということですね。まあ、結局、ですねお嬢さんや奥さんはまだそのことを知らなさそうだというのは観察によって分かりましたのでそう考えてみるとわざとらしく何かを聞き出したりしてですねなんでお前、なんで急にそんな話をするんだというふうに思われるよりはなんとなく自然な話の流れで聞いたほうがいいのではないかとそのように考えたわけですですは次の質問です。 ようやくここに落ち着いたとあるがどういうことかという質問ですねここではですねその段落の部分何を言っているかというと K の動かない様子を見て様々な意味を付け加える奥さんとお嬢さんの言語動作を観察しそこに二人の心が現れているかどうかを疑うということを言っていますつまり K や奥さんお嬢さんたちの言動をいろいろ見た結果ここに落ち着いたと言ってるんです じゃあそのここってどういうことかということですけれどもどうもまだ話は全然進んでいないようだから手をつけずにそっとしておこうというところそこに落ち着いたというわけですねでは最後の質問です実際的な効果とあるがどういうことかという質問ですけれどもこの実際的な効果という言葉はどこに出てきたかということなんですがこれはですね私が K に話を聞いたところに出てきます彼の声をどう取り扱うつもりかと尋ねました それが単なる自白に過ぎないのか、またはその自白に次いで実際的な効果をも収める気なのかと問うたと言っていますえ。自白というのは自分から話すということですけれども、彼の恋をただ自分から話して終わりにするのか、それともその次に実際的な効果を求めるのかということなんですねえ。当然お嬢さんのことが好きだと告白した、その次に実際の効果は何があるのかと考えてみれば、それは当然お嬢さんに告白して、2人が付き合ったり結婚したりすることというふうに考えられるわけですね。 ただこの点についてはですね、刑に問いただしてみても、何にも答えないというふうに言ってますし、全部話してくれと頼んだところで、何も隠す必要はないんだという言い方をしています、本当にはっきり、隠してないんだというふうに言っているわけです。ということで、39章はこれでおしまいとなります。解説は以上です。